皆さんこんばんは。こんばんは。今日もね、リバキラバラエティの時間がやってきました。はい、はい、毎月第2火曜日は茨城大学アナウンスステーションのしゃかりき茨城でお送りしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速今日のねパーソナリティの紹介いきましょう。はい、はい、では茨城大学アナウンスステーションの博多です。はい、同じくアナウンスステーションの岡田です。同じく1、アナウンスステーションの1年です。はい、すいません。もう一回。はい、同じくアナウンスステーションの1年です。ちゃんと言いました。はい、はい、同じくアナウンスステーションのダッシュです。お、はい、新キャラ。お願いします。はい、じゃあ今日はこの4人でね、お送りしていきたいと思います。はい。はい、はい、じゃあね、この番組のコンセプト。うん、この番組は私たち大学生が大学生の目線で茨城の魅力を紹介していこうというのをね、うん、コンセプトになんか日本語かしらいいのかな、いいんじゃないコンセプトにやっていきたいと思います。はい、はいはい、ではそう、ここの3人はね、実は前回も出てね2回目なんですよ。そうです、ね、生放送2回目で解禁賞、今のとこ解禁賞ですよ。でダッシュが今日やっぱり初めて、ね、緊張してる、やばいですね、生放送恐怖でしかない。全世界に流れてるからね、はい、全世界に離れしている先輩が、ちょっと長いハードル上げられたねそのハードルくぐっちゃいますくぐっちゃいます僕の場合は、はい、まあね、頑張っていこうかな今日も。楽しくね、楽しくやっていきましょう、はい、楽しくやっていきましょう、楽しく、はい、じゃあ説明をね、はい、じゃあ1年お願いします。はい、1年が説明させていただきます。はい、はい、この番組はですね、生放送でお送りしています。生放送、それに伴いましてですね、ツイッターでの、コメントを募集しています。はい、ということで、皆様、ツイッターでですね、スペースハッシュタグアナステをつけて、どんどんコメント、ここに出ている、あ、出てますね、出てますね、今ね、これです、これです。はい、はい、この、このハッシュタグの前にスペースをつけて、つぶやいて、どんどんあの番組への参加をしていただいて、ということでですね、はい、どしどしコメントお願いします。コメントよろしくお願いします。リアルタイムで見れるからね、そうですね、読んで、皆さんからのコメントをね、読んでね、それに拾ってなんか言えたらいいなとか、はい、もちろんです。応援のコメントやなんかツッコミとかね、何でも何でもいい、欲しいね、はい、欲しいので、皆様からのコメント募集しています。はい、お願いします。はい、じゃあね、どうしようね、今日はね、実はいろいろ、今回は前回は写真だったんですけど、うん、今回ね映像、うん、ってそれもね見てもらおうと思うんですけど、はい、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、全然考えてなくてね、はい、しょうがない、うん、ちょっとすごいテンパってる2回目なのに頑張って2回目、今回動画ですからね、動画ですからね、はい、ちょっと皆さんね、前回よりも楽しんでいただけるかなと。そうですね、うんうん、今回あれですか、1年生をおもてなしするという、おもてなし企画、おもてなし企画、うん、じゃあどうしましょう、その映像を早速見てもらっちゃいますかね。はい、じゃあ映像を、はい、VTR よろしくお願いします。どうぞどうぞ、バツバツ出ました、出た、出ましたね。どこですかね、これは中港、今回はあの日立中の海浜鉄道、日立海浜鉄道をの沿いを旅するみたいな感じの、1年生をもてなしということで旅すると、なるほど、今目的地に向かって歩いてる、ダッシュいるね、ダッシュ、はい、そう、真ん中に、今回このね映像出てるの、ここ端っこの2人、私とダッシュが出てます、うん、あと映ってるのは他のうちの作品、1年生の方、1年生と、まだ見ぬ1年生、まあ、3年生、お、分かりましたね、これはなんか美味しそうなものが、美味しそうなものが開けてますよ、皆さん、見てるね、これ何ですかね、これは何でしょう、牡蠣です。あら、出ました、生牡蠣です。オイスター、出ますか、オイスター、牡蠣、美味しそうですね。ここ中港のお魚市場なんですけど、ここで、うん、今見てもらった通り岩牡蠣をその場で開けて食べれる、めっちゃ大きいんですよ、食べてる、しかも生ですよ、生牡蠣、ダッシュね、ダッシュね、食べたダッシュ食べてもらったからね、食べてるじゃないですか、もうダッシュ美味しかったですか、やっぱり新鮮なんでね、やっぱり水戸に住んでたらやっぱり食べられない、そうです、そうですね、確かに、まあ現場直接行って市場行って買ってくると、そうですね、これが一番美味しいと思う、一番ならこれ何をかけてるの、これはこれポン酢、多分ポン酢がレモンもつけてくれて、レモンとかポン酢とか、レモンポン酢で、レモンポン酢ですね、うまそうだな、美味しそうですね、男性陣に食べていただきました、ほうほうほう、むさぼってますね、一
口ででかいね、口がでかいっすね。これでもそうですね、うん、新人に期待しましょう。今後も食いっぷりもいいですね。結構長いっすね。なんか手がすごい、ハンカチを手がポンポンだらけ。ハンカチを持ってくださいよ。ここ一番上手です。めっちゃお魚並んでて、これは私実は2回目だったんですけど。あ、そうなんだ。前回もね、いろいろ買い物して市場のおじさんたち優しいから負けてくれるんですよ。これとこれでいくらでいいよ、持ってきゃみたいな。いいですね。いいよ、市場いいよ、楽しいよ。活気もありますね、すごく。すごいね、人いっぱいいたしね。休みの日だったし。あ、これ今日休みの日行ったんですか。これは土曜日、ね、土曜日ですね。めっちゃ晴れてたし、人いっぱいいるし、美味しいお魚いっぱい。何よりそこですね。そこですよ、お魚一番。たまにテレビの収録もね。うん、あ、そうなの。お、これはお昼ご飯です。皆さんのお昼ご飯です。いいもん食べましたよ。いいもん食べましたよ。ちょっとお値段はすごかったです。いやでもやっぱり市場だから新鮮なものを、ね、うん、食べる。いいお魚だ。ほ、うまそうだこれ。食べてばっかりじゃないですか。だって美味しいものがあったら食べちゃいます。まあ、まあ、そんなもんですよね。人間の差がですよ、それ。目の前にだって美味しそうなお魚がありました。さあどうするって言われたら、もう食べるしかない。これ食べましょう。こいつ醤油の買い方がね、上手だ。分かる、ほんま。こうやって。直接行かない感じが。直接行かない感じが。心が合ってんのかな。いろんな、みんな何、ダッシュ何食べたの？自分はイクラ食べます。イクラ丼、はい、イクラ丼です。おいいね、マグロとかね。これあれかな、これ何丼だ、これは。見えない。マグロ？マグロだそうです。海鮮丼とか。海鮮丼。いいね、美味しそうだね。美味しいですよね。いや、すごい食いました。すごい。もうちょっとね、女の子なんだ。いやガッツリ、ガッツリ、ガッツリ、ガッツリ。じゃあこんな感じで、中身だとね、映像、まあ、美味しそうなご飯で。やっぱり、こう、行くとね、こう食べたくなっちゃいますもんね。あ、早速、コメントが。何？お、またも始まりましたね。始まりました。女の子に優しいおっちゃんがたくさんいる。女の子じゃなくても来て優しくしてくれますか。どうなのかなってことですかね。その辺も検証しましょうか。そうですね、行ってみましょうか。これは3人で、やろう3人でお魚市場に行く企画やります。すごいですね、鼻ないですね、全然ないですけど。おじさん負けてくれませんかって。このマグロ美味しそうですね、いくらですか。あ、こっちも美味しそうだね、ちょっとこれセットですよ、どうですか。ただいけるか。それは皆さんにももちろんもちろん言っていただいてね、確認していただいて、確かめていただければね。うん、お魚一番あんな感じですよ、うん、ね、1年行ってないからね。そうなんです。1年生もてなし企画は1年行ってないからね。1年行ってない。名前1年なのに1年行ってないですからね。1年行ってないですよ。ちょっと本末転倒な感じがちょっとね、あるんですけども。美味しそう、美味しそう、美味しいですよ。美味しかったですよ。すごく美味しいです。すごく美味しいです。お前食ってないだろ。食ってないです。あ、でも行ったことある。あ、もちろんありますよ。あ、そうなんだ。僕地元、ひたちなかなんで。あ、そうなんだ。地元の何回も行ったことある。な、うん、まあはい。何回ももちろんもちろん行きますよ、そりゃ。岡田さんは？もうちなみにね、あの他にもう一個部活やってるんですけど、その仲間で、あそこけ、なんかね昔ね回転寿司の食べ放題みたいなのがあって、回転寿司で食べ放題。回転寿司を食べ放題。こういうこういうね人たちに持ってこいな。こういう人たち。持ってこいな。持ってこいな。こういう人たち。一瞬ちょっと怪しかったです。マジだった。怪しかった。いいね、回転寿司もいいね、うん、なんか何屋さん入るかすごい悩んだんだよね、はい、あ、そうなんだ。で、まあ、海鮮丼に海鮮、うん、行きましたと。なるほどね、やっぱり美味しそうですね、どれもこれもね、はい、なんかお買い物できなかったんですよ、いろいろあって。あそこでちょっとその後も収録したんでね。あ、そうなんだ。今度は普通に買い物に行きたい。あ、近だと天気良かったから生のお魚持ち歩けないじゃないですか。ちょっと温まっちゃうからな。ちょっと、ね、悪くなっちゃうとね、せっかくのお魚が台無しなので、うん、時間があるときに、そう、時間があるときに、まあ普通に、うん、ね、収録とかじゃなくお魚市場に遊びに行ってお魚買い込んで、うん、夜パーティーでもいいですね。夜ちょっとお魚をつまみにして食いっと、うん、食いっと、まあ、僕は飲みましたけど。まだ1年だから、まあ、1年だからね。未成年そんなこと言っちゃダメよ。はい、すいません。じゃあ早速どうします？次行きますか？次の VTR、はい、じゃあ次の VTR お願いします。
おっと、これいい、ね、電車で行ったんですけど、あめっちゃ景色良くないですか。そう、あの先頭あの運転席がないと、うん、横についてるから、え、あ、そうなんだ。そうだから、あの窓があって、もう線路を運転してる気分でこう見れるんですよ。いいよ、俺はそういう工夫もあるんだよ、これね。なんか楽しかったよ、先頭に立つの楽しかったよ。立ちたい立ちたい、ワクワクしますね。ね、ここひたちなか海浜公園、あ、出ました、うん、出ました、海浜公園。海浜公園です。で収録をした、収録、はい、うん、おっと、チャリは借りるんですか。レンタサイクルやってて、でサイクリングロードみたいなのも整備されて、すごい走りやすくて、で気持ちよかったよね、はい、天気もいいし、はい、いいですね、僕らの自由をみたいな感じで、ね、奥田民よ、なんかちょっと青春っぽくない、この絵なんかすごい青春っぽくない。いいですね、なんか青春っぽくない。これは何ですか。あ、これはネモフィラ。ネモフィラ、あ、ネモフィラ有名、花？花です。そうです。青い花、すごい綺麗なんですよ。あ、丘一面に咲いてて、あ、すごいねこれね。ずっと登ってったんですけど。これ上にみんな登ってんのよ。そう、みんな上に行ってます。確かこれ、このアングルが俺好きなの。いいですね。この丘のてっぺんがひたちなかで一番高いみたいな話を聞いたんですけど。そうなんですね、最高地に立ちましたよ。ひたちなかの頂きに立ったんです。立ちました。いいですね、オランダっぽい。これが頂きですか。いや、ここだろう。中腹一段上がって、またその上に一段上がった。怪しい人ではございませんので、一般の方、配慮した結果、なんか許可取ってますけど、テスト全員には写しますって言えなかった。これ私ね、これ鳴らそうと思ったら、さっきちょっと鳴らしてきたタッキー3年生なんですけど、主にカメラ撮ってるやつですよね。そう、主にカメラやってる彼が、私が鳴らそうとしたとか横取りして、なんかめっちゃうるさく鳴らした人みたいになっちゃった。すごい注目浴びたんですけど、これ浴びとけ私がやりましたって。そうです、海も見えていいですね。そう、海も見えて、あ、なんか空も青くて、海は青くて、ネモフィラ青くてめっちゃ綺麗です。一面青い感じ、青好きなの。これもまた登ってると。そう、登ってるところです。結構に観覧車とか見えるんですけど、ね、結構高いね、これね。そう、結構高いな。はい、あ、後ろに見えるのあれネモフィラですか。ネモフィラ、あ、一面のネモフィラです。すごい、まだ上にもネモフィラ咲いてるんですけど、本当に青いやつ、一面真っ青な感じで、すごい。多分時期によってはもっと咲いてると本当に青いのかな。うん、だいぶここで撮ったのが終わりの時期、終わりの時期っていうか、そのネオフィラが終わっちゃう時期で、うん、笑うなら笑うなら大声で笑っていいじゃん。ふーんっておっしゃってたんで、綺麗な景色ですからね。知らなかったわ、はい、ちょっとこれ頂上ですね、多分。これが頂上。あ、これがてっぺん。着きました。で、もうこれ降りてます。もうこれ下山中。下山中。下山中。下山です。また鐘鳴らしに行こうとしてますね、これね。ちょっとリベンジを。いや、私鳴らしてないんですよ、あそこ。鳴らせばよかったのに。鳴らそうとしたら横取りされて、なんか鳴らせない感じ。あいつうるせえな、みたいな。そう、あいつうるせえなって感じになっちゃったから。もっぺん、もっぺん鳴らしに行きます。ちょっと人が入れ替わったところで。今度は邪魔されなかった。で、ネモフィラが両サイドに広がる。本当に綺麗に青い。この辺すごい咲いてる。この辺すごい青いね。そうですね。へえ。お花が、ひたちなか海浜公園ね、すごいお花綺麗。いっぱい、広いんですよ、すごい公園自体。で、この辺はネモフィラのゾーンっていうか、その丘があって、見晴らしの丘ってことで、そこに大ネモフィラが咲いて、他にもいろんなお花が咲いてる。こっちには何が咲いてる、こっちには何が咲いてる。ほうほうほう。この時期はやっぱりネモフィラがね、一押しだったんで見るしかないと。うん、こういうの走ってるいいですね。期間限定って弱いですよ、女の子は。ここにお花が咲いてるんですけど、これはカリフォルニアポピーっていう。カリフォルニアポピー、カリフォルニアポピー、カリフォルニアポピー。なるほど、カリフォルニアなんです。なんか気に入っちゃった俺。カリフォルニアポピー、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 綺麗ですね。そう、綺麗です。いいねこれ。オレンジと赤とピンクと色とりどりに。これ説明の構えです。多分字見えないですよね。出ました。出ました。出ました。カリフォルニアポピー。早い。北アメリカ、やっぱカリフォルニアね。北アメリカというか、カリフォルニアです。カリフォルニアコネクションですよ。
これコネクション？いや、なんでもないです。聞かなかったとしても。これもカリフォルニアポピーですね、はいはい、この辺一帯カリフォルニアポピーが咲いてすごい綺麗だったんですよ。ちょうど始まったぐらいで見頃の時期だったんで。おお。歩いてますね。歩いてますね。公園めちゃくちゃ広いんですよ。これね、どれぐらいあるのかな。なんかオーダーするのに30分ぐらいかかるぐらいには広くて、いや歩いてたら途方もない感じ。でもね、コメントも結構来てますね。ロメロフランク長い頑張れ、1年が1年が1年の別なところのあだ名のそうなんですけど、長いね、ロメロフランク長い、はい、ちょっと先輩から煽られてますけど先輩、はい、ちょっとあのめげずに頑張ります。綺麗ですね、ベル止めるさっきのあれね、私が鳴らせないのに鳴らしたみたいになっちゃった、あのベルあの鐘を鳴らすのは私ですよ私ですで、そう、あのネモフィラあの撮ったのが5月だから、うん、もうちょっとネモフィラ終わっちゃったんですよ、うん、でも、ね、ちょっとカンペで新しいあのネモフィラ以外にもいっぱいお花咲いてるんで、はい、今の時期だと、うん、花ハッタザオっていう絶滅が危惧されてるお花、うん、貴重な小さな薄紫の、ね、お花が咲いてたり、リナリアっていう赤やピンク、リナリア言いにくい言いにくい、赤とピンクと黄紫、黄色と紫、まあ、点が入ってる、黄紫、レニア、カンペ分かりオレンジ、白とかね、さまざまな色のお花が咲いてて綺麗な、ね、きっと綺麗なお花が、あとシャーレーポピー、きたポピーポピーポピーちょっと気に入ってる白とかピンクとか赤の寒さに強いお花、この時期に咲くんです、寒さに強いのに、なるほどなるほど、あと大梅ガサソウ、どこで切れるのか分かりませんそう、お花に詳しくないからね、でこれ限られた場所にしか咲かない貴重な野草、野草花が傘のように下を向く、10センチぐらいのピンクのお花だそうです。あそこすごいね、本当に他にも私たちが行った時にラベンダーとか、ラベンダーとか咲いたらしくて、ちょっと今回ね時間がなくて回れなかったんですよ、でも本当にお花綺麗だったよね、すごい綺麗ですね、あ、そうなんだ、ぜひ行ってほしいなと思います。花も含めていろんなものを見ていただいて、他にもねもっと見どころあるし、あの今回ちょっと乗れなかったんですけど、2人乗りの自転車って分かります？あの2人つながってる自転車、後ろに乗るやつ、後ろに乗るやつ、あれがあったり借りれるんですよ、ね、休み日で全部出ちゃってて、あ、乗りたかったんですけどね、なるほど、 それとかねちょっと乗ってみたかった、ちょっと面白そうですよね、乗ったことないから、早めに行って早めに行って確保してそれを私が乗りますっつって先頭で、先頭、いやでもなんか身長制限あるらしくて、ああ身長制限あるらしい、そんなシビアな制限があるの、なんか私ギリギリ乗れるくらい、何、ああそんなあれなんだ、ちょっと身長が低い方はちょっと乗れないかもしれない、まあ、それは確認してから、確認してから、はい、何センチ以上の方って書いてあるんで、それちゃんと見てね、まあ、でもそれも含めて楽しんでいただきたい、ね、まあ、あそこはぜひ、ね、自転車借りて回るべきだと思います、広いですから、広いです、広いですから、へえ、サイクリングやっぱ気持ちいいしね、はい、天気のいい日にサイクリングいいですよ、海からの風があるじゃないですか、サイクリングロード沿いにもお花が咲いてて、そう見ながら走れて景色も良かったです、はい、歩いてたら途方もないですか一回ちょっとね歩いたんですけどまあね遠かった、30分ぐらい今どこだろうって言いながら収録のほとんど移動だった実はね、はい、実はそう歩いて歩いて歩いてやっと着いたってそこに綺麗な景色が広がっていると、はいはい、でもね頑張ったからこそ見れる景色みたいな、ね、なるほど、どちらも含めてね、あ、お散歩も、ね、できるし、なんか広場もあってピクニックとかにもいい場所だなって、うん、ああいいですねピクニック、お弁当持ってって食べたい、あ、みんなでレジャーシート広げてね、まったりしに、うん、まったりしに行きたい場所ですかね、いいですね、これからの季節おすすめでございます、はいはい、じゃあ次の映像に行きましょうか、はい、はい、じゃあお願いします、次は何でしょう、引き続きこれもあの北ちゃん海浜公園で、うん、大洗の水族館が出張で来たんですよ、へ、剥製とかあの今触ってるのサメ肌です、サメ肌、猫ザメの皮、猫ザメじゃない、トラザメ、間違えた間違えました、すいません、スケールを小さくしないでください、いやいやいや、なんか似てるから、まあ猫科であることは間違いない、ね、お、ペンギンが、ペンギン、これ剥製ですね、剥製で、これタッチプールも来たんですよ、おーおーおー、すごい、
いますね、ウニとか。ウニとナマコと人手とサメ。あのサメ、あの魚っぽいやつですかね。あれがサメ。サメも触れる。あ、触れるんだ。サメに、サメ触れるんですね。そう、あのね、サメ肌だったよ。サメ、サメだもの。なんかこう頭から尻尾にかけてスーって撫でるとそうでもないんだけど、逆向きに尻尾から頭に撫でるとすごい突っかかるから、サメ肌本当にザラザラしてる。ナマコ触れてるのかな。私ナマコめっちゃ触ったよ。あ、これ。あ、これ私かな。ナマコ。ナマコ。いい感触だよ。そう、プニって。そうそうそう。持ち上げようとして。くっつくんだよ、こいつ。こいつな、踏ん張り効くな。そう、踏ん張り効く。あるんですね、触ったことが。なるほど。でもナマコね、気持ちいいよ。ふにふにってして。癖になるよな、これな。ずっと触ってると溶けるんですよ、確かに。え、そうなの？へぇ、私聞いたことがないし、裏側なんかワサワサしてて、うわ、めっちゃ裏側触ってる。ほんとだ。そうね、映像だと見づらい、暗くて。ぜひね、見てほしいな、ナマコの裏側。ナマコの裏側。感触は柔らかいの、これ。うん、なんか柔らかい。ふにって。ひんやりしてて、気持ちいい。サメとはまたちょっと対照的。サメとは違う。ふにとか。トゲトゲしてて。トゲトゲし、ね、痛かった。あ、これ観覧車、これでかいね、これね。出ました、観覧車で、もし分かるかな、あのシースルーゴンドラっていう一面透明な、おー、シースルーだ。隣の観覧車が今ちらって見えたんですけど、普通はだって窓があって他全部壁、うんうん、でもこれ一面透明で床まで、床も透明ですか。床も透明、床も透明。ちょっと苦手な人はね、きついですよね。でも楽しそうですよね、スリル満点で。真下見えるからね。いやいや、おお、高い。高い。これ一面見渡せるんですよ、公園の中。うん、へえ。これ撮ってるのあれして。どのアピール？どの？これさ、怖い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 。いいの撮ったなお前な。いいの撮ったな。撮りましたねこれ。こんな感じで下歩いてる人とか見える。すごい人ちっちゃくなってくから、あ、どんどん上がってるんだな。あ、あれネモフィラの奥さっきの。さっきの。青く見える。遠く見えるのが分かるね、これ。遠くからでも青い、あそこがネモフィラだ。で、海も見えて、あら、景色いいです、いいですね。海浜公園、さすが。こっち海ですよね。ひたちなかといえば海浜公園ですかね。これが全一望、一望できます、うん、公園の景色を。自然が豊かでね、いい。これ、ね、見てるとね、まったりしたんだよね、これね。いい景色眺めるね。そうなってしまいます。これでリラックスして、なるほど。またうまそうなの食ってんだ。アイスです、うん。疲れたから食べてるんですか。この日暑かったんですよ。ああ、そうなんだ。見ての通りすごい天気で、もう歩きっぱなしで、まあ疲れますよね。たこ焼き。たこ焼き食ってるやつ。なぜかカメラマンたこ焼き。みんなアイス食べてるのにカメラマンたこ焼き。全員で食べてるわけじゃない。全員アイス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 たこ焼きみたいな。惜しかったんですね。さっきの金のやつだよな。そう、金の私の金を横取りした彼です。彼ですか。マヨネーズかけてます。そう、なんかこれアイス交換してるんですか。これはあのオレンジのがメロン、で白いのがミルク、ミルクがバニラ、ミルクなのかな、ミルクかな。結構濃厚でメロンも甘くて美味しくて、メロンがちょっとシャーベットっぽい感じかな、ミルクに比べて。ソフトクリームなんだけど、こういうとこでまたアイスクリームはうめんだよなこれな。メロンといえば茨城ですよ。そうです。あ、そっかそっかそっか。そうですよ。有名ですからね。ああ、トップレベルですよ。高いところ怖いっていうコメントが観覧車。さっき下映しましたからね。苦手な人はちょっとあーって目を塞ぎたくなる感じかな。ちょっとわかります。ちょっと怖いかなって思ったから。苦手。あ、ダメなんだよね、俺ね。高いところ。私好きだからちょっと楽しく。あの実はあのシースルーゴンドラに乗ろうって言い出したのは私なんで、いや、せっかくだし乗ろうよ、乗っとこうよみたいな。あの全部の観覧車の中で4台しかないです。これは狙っていったの、選べるのこれ。一応シースルーゴンドラに乗りたい人の列みたいのが、なるほど、そっちに並んで、それは分かれてるの。分かれてる。その人優先でこう乗ってくる。でもただ待ち時間が他のやつよりやっぱ少ないから、回ってくるまで待たなきゃいけなくて長い。へー、コメントが前に歩いてたら途方もない、うまいって書いてある。なるほど、お前がうまい。全然気にしてなかった。全く気にしなかった。徒歩と歩くというのは、ね、ちょっとあの
検索かけて、アナステで検索かけてもらうとね、このうまいコメントが出てきますよ。スペースハッシュタグアナステです。お願いします、今からコメントお待ちしてます。仕事でくれた、あ、見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。放送まだまだ続きますね。アイスをバリバリ食ってるのこれね。いや、暑い日にはやっぱアイスですよ。食いたくなるからな。そうですね、うん、だいぶ食べてますけどね、これね。でも本当にこの日暑かったん。そうなの。ね、暑かったよね。すごい暑かったですね。で、やっぱあの開けた場所だから日陰とかも少なくて、うん、ああ、なるほど。それでちょっとね、暑いなって、アイス見かけるたびに食べたいなって。クレープとか他にもアイスとか冷たいジュースとかいっぱいあってね、はい、なんかそれを見るたびにいいなって。やっぱ欲望には勝てない、うん、欲望には勝てませんでした。思う僕もね、はい、こんな感じでね、こんな感じで、はい、なるほど、楽しそうですね。ぜひね、行ってほしいなって本当に、うん、あのカナダしか今回乗ってないんですけど、他にもあのちょっとした遊園地みたいなのがあって、ああ、そう、絶叫系とかもあるんですよ。好きな方はどうです、絶叫系とか。俺絶対ダメなんだよね。あ、みんなダメです。みんなダメなの。私もあんまり。あ、先輩もダメなんですね。ちょっと苦手かな。4人いて4人嫌いっていう。まさかの絶叫系ダメ。一人ぐらいいるだろう。あ、でもなんか他にも可愛らしい乗り物とかあるから。可愛らしい。可愛らしい乗り物。それも楽しんでいくね。楽しんでいく。お子さんとか結構楽しめると思うんで、そういうところはね。家族とかで行ってもね。楽しいかもしれないね。そうですね。うん、あの水族館は多分期間限定だったんで、移動するのないんですけど、まあ、お笑いも近いからね、うん。そうですね。水族館気になった方はね、お笑い水族館も行ってほしいなと。公園行って水族館行ってっていうルートね。茨城のこの海沿いを旅する感じで、うん。海沿いもまたあれ道路が綺麗なんですよ、すごく、うん、本当に、うん。はい。本当に天気いい日に車とかでバーって海沿い走りたい感じ。いいですね。窓開けて風が浴びながら。ほうほう。あの今回映ってないんですけど、砂丘もあってね。あ、ありましたね。そう、はい、砂丘が中にあるんだけど、あそこ本当に海近くて海風気持ちよかったね。楽しいですね。いいですね。なんかさ、なんだろう、こう一面歩ける感じで道になってて、うん、で砂丘の奥の方まで行くと海一望できる感じで、うん、今回映ってないとこにもね、いっぱいいいとこがあって、はい、本当に、はい、ね、い、広いんだね。そう、本当に広い、うん、今回回れてないところもあるからね、はい、自転車でいろいろ行くんだけど、そのさっきのサイクリングロードが道が何個にも分かれてて、はい、うん、本当に奥の方までは行けなかった、ね、こっちに行くとあっちに行けないって、はい、時間的に、いや、ここ今回やっぱりこれ見たいし、いやでもあれも見たいなって、はい、すごい考えた結果行った場所がね、何個かしか、はい、やっぱり計画的に、計画的にご利用は計画的に、ご利用は計画的 に, 画的に行く際にはね、あ、絶叫マシーン、絶叫マシーン、あ、ヨウさんは絶叫マシーン得意な方なのかな、なんだろう、な、何個かあったよね、すごい絶叫マシーン、あの上下しながら回るやつ、上下しながら回るやつとか、あ、普通のジェットコースターみたいなとか、はいはい、いろいろ怖い、もうやばいですよ、なんかこうくるくる回りながらこうなるやつな、なんだろう、回りながら揺れるんですよ、ね、そう、さらに揺れるっていう、苦手な人たちの集まりだった、はい、一人ぐらいちょっと絶叫系好きな人いるかなと思ったら、うん、そうでもなく、みんなダメな人、みんなダメだった、でもね、絶叫系だけじゃないんでね、そうです、いや本当に公園内ね、楽しめるとこいっぱいで、うん、イベントとかもね、私たち行った日はやってなくて、うん、次の日にちょうどなんかイベントがあったらしくて、へあのロックのイベントとかあるんですね、ロックのイベントもあの有名なロックの、あの夏に、この夏もやります、やりますよ、はいはいはい、過去にはね、何々オブチキンとか、何々オブチキンとか、あの有名な英吉さんとかね、いっぱい来てますね、あのイベントやる会場も実はそうです、ひたちなか海浜公園です、そうです、そうです、音楽好きの方もね、うん、知ってる場所じゃないかと思います、有名な、あの期間はすごく人が賑わいますからね、茨城県内は地元だもんね、そうです、さすが地元、行ったことあります僕はあ、そう、ちょっとないです、うん、大学生テストの時期だからね、かぶっちゃうんだよな、あれね、まあ、ぜひいつか行ってみたいんですけど、うん、はい、茨城に来たからにはね、ちょっとね、好きなバンドとか出てたら一回ぐらい行ってみたいね、観覧車乗りたい、観覧車綺麗でしたからね、観覧車ね、あのシースルーゴンドラやっぱいいですよ、いいですよ、押しますよ、私はシースルーかちょっとみんなさ、なんかトラウマみたいなえーって顔するの、みんな高いとこダメなのかな、いや私は大丈夫だよ、私も大丈夫だよいやでも普通の観覧車もあるからね、うん、あ、そうか、そうですよね、普通の観覧車もあるから、シースルーじゃなくても景色楽しめますからね、うんうん、もちろん、そうです、そうです、
ね、より一層楽しめるかなと思って進めた次第でございます。もちろん地上も楽しんで、はい、はい、じゃあこんな感じでね、紹介、ね、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、はい、お願いします。じゃあ次はですね、1年生に茨城を、ね、うん、知ってもらおうということで、はい、クイズをやりたいと思います。で1年生にしてもらおうって思ったんですけど、私が司会で3人に答えてもらうっていう、あら、はい、1年生プラスアルファ、はい、上級生どうぞどうぞ。でも茨城出身じゃないしね。はい、福島出身なので、茨城歴3年目なので。ちなみにみんな出身地は、はい、ダッシュは北海道ですね。もう北の大地から、北の大地から試される大地から試される大地からしかも北の方ですもんね。はい、ダッシュが茨城、地元。あ、僕は1年生。ダッシュの方見ながら言ったら、1年は地元だ。元、はい、北品川です。これ間違えれない、間違えれないよ。ちょっとプレッシャーかけてやめとく、ね、はい、頑張ります。若田さんは、まあ、美島福島なので、出ました美島福島、隣定番、隣県、はい、司会の私は愛知なんですけども、遠いな。じゃあ早速ちょっとあの用意するもの、おやおや、はい、何ですか、出ました、なんか秘密兵器ボックスです。せてててててて、ちょっとボックス、あ、すいません、おーっと、そんな、はい、乗りますか、はい、はい、来ました。私もちょっと用意するからね。はい、じゃあこれで、うん、こう番号を引いて、はい、回答順を決めてもらおうと思っています。はい、はい、じゃあ早速クイズの方行きましょうかね。はい、お、何でしょう。はい、じゃあ第1問、じゃじゃん、こい、いや、茨城県民の日っていつ、お、県民の日です、県民の日です、はい、じゃあ引いて引いて、とりあえず1個ずつ引いて、番号書いてるからみんな引いて引いて。いや、3番、ちょっと待ってくださいね。あれ、はい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 、あ、僕1番だ、つけてる、1番だ、1番だ、つけてる、これ1番です、これ水晶玉じゃないです。1番の玉、黄色です。1番、2番、3番、じゃあ1番の人お願いします。県民の日ですよね。県民、県民、県民の日、いい、わかっちゃって、5、4、3、2、1、え、待って、12月25日、違います。じゃあ次、はい、茨城、茨城、5、4、1月11日、残念、違います。じゃ岡田さん、じゃこれね、学校の日がなんか休みだった気がするんだよ。そうなんです、5月15日、違います。ちなみに5月の休みは、あの、うちの大学の創立記念日です。あ、そっか、はい、地元民なんだ、地元民、地元民しっかり。ということで、じゃあ正解をね、発表しましょうか。はい、そう、11月13日です。あ、誰もかすらないっていうね。どうしますね、この誰もかすらなかった場合は一番近い人を正解にした方がいいんですかね。いや、いいんじゃない、これ正解者なしです。正解です、正解ですか、皆さん残念、はい、ボールを戻してください。ちなみにですね、鑑定が出たんですけど、今休みにならないらしいですか。あ、休みになってないよ。でも中学校とか休みになった気がするんですね。あ、私たちみんな県外だから分からない、ね、噂しか伝えきれない、はい、じゃあ次第2問いきましょうか。はい、いきましょう。何でしょう。ちょっと頑張れ。じゃじゃん、はい、はい、出ました。日本三大名瀑の一つは、これは有名ですね。はい、引いて引いて引いて。あ、また3番またですか。そう、あれか、またですか。これ僕呪われてるんですかね。呪われてはいないんですけど、ボールないんですけど、まあ、ありました、また1番です、ね、当たり前ですけども1番ですね、はい、じゃあ1番の方から正解が出たら、まあ、そこで1つ。これはもちろん、これは日本、あ、いや、日本じゃない、茨城のもうもちろん名所です、はい、袋田の滝。はい、ということで正解は袋田の滝です。お、もう正解、ね、正解出ちゃったんでね、2番様の役ではないです。申し訳ございません。さすが、さすが。袋田の滝はちょっと補足情報、高さ120メートル、そんなに幅73メートル、でかいですね。73メートル、20〜30メートルだと思ってた俺。100メートルってすごいですよ。100メートルすごい高いですよね。すごいですよ。冬がね、凍ったりとかね。そうですね、四季折々でね、あの、なんていう、景色がね、綺麗なんですよね。楽しめますね。語彙力ないから、ごめん。ごめん。四季折々ので止まっちゃったから、びっくりした。語彙力がないの、ちょっと。頑張れ、刺します。はい、そんな感じで、じゃあ次、美しい、はい、行きましょう、はい、第3問目、うん、じゃじゃん、え、何ですかこれは。あ、さあ、出ました、石系の意味、石系、石系、石系、方言ですね、これは。これはもう使いますね、うん、お、出ました。1番引いた、石系と、あ、3番です。県外の方が答えるという形。あった、あった、僕がラストボス。はい、じゃあ岡田さんどうぞ。石系、石系、五感で、五感で、賢い、ブブー、違います。違う、じゃあダッシュ、石系、石系、石系、今日帰りマック石系とか言って意向的な感じ、はい、違います。じゃあ県民の1年、
これね、ニュアンス結構複雑、難しいんですけど、なんか意思系はなんかこうつまらないとかしょうもないみたいな、なんかそんな感じじゃないですか、ね、はい、正解。やった。意思系の意味は地元に強いね。かっこ悪いとかしょぼいとかボロいとか、まあなんかあんまり良くないよろしくないイメージが。今なんかつまらないとかそういう感じって言ったの、しょうもないとかそんな感じ、かっこ悪い、しょぼい、ボロいなどの。私も初めて知りました。あ、そうですか。なかなか外だと知らないよね。知らない。あら、茨城の方言あんまり大学で聞かないからな。うん、方言全開の人いないですけど、あんまりね、みんな標準語で喋るイメージ、うん、そうですね。地元にはそういう風に喋ろうとするからな。います、ね、うん、いらっしゃいます。テンション上がると方言出ちゃう。あ、出ますね、もちろん。それはじゃあ次行きましょう。覚えてます。第4問目、じゃん、と出荷額平成24年ね、はい、うん、全国第1位のものを3つ選んでください。選択肢、選択肢出します。あ、でも出る、見えるかな。結構たくさん、はい、あ、ちょっと、鶏卵、画面にちょっと見えない。じゃあ読み上げますね。鶏卵、あの鶏の鶏の卵です。ピーマン、梨、水菜、うん、そら豆、干し芋、ニラ、スイートコーン。お、お、これ3つ全部答える。3つ、ブラザーコーン、はい、はい、お、3番。3つ正解じゃないと。3つですよね。3つ当ててください。3つ、ね、はい、3つ、この中、はい、これは後ろの方が有利な問題だ。そうだね、後ろの方が有利かもね。はい、あ、僕ですね、はい、一番下にいたんだから欲しいもん、まず1つ欲しいもん、はい、はい、でもう1つが、迷いますね、迷いますけどピーマン、はい、でもう1つこれも迷いますけど水だ、はい、不正解です。あ、不正解です。何個当たってるとか言わない方がいいかな。みんな同じ条件でいこう。条件でね。じゃあ次ダッシュ。惜しいと出ました。惜しいと出ました、ね、惜しいってことは、あ、なんか欲しいもって聞いたことがあるような気がするね。欲しいもと水な、お、スイートコーン。スイートコーン、残念、違います。じゃあ最後締めていただきましょう。いや、締めて、いや、ここほら、ここで茨城歴3年の底力が試されますね。そうですよ、これ、ね、欲しいものは完璧なんですよ、はい、うん、で、はい、で、ピーマン、ほう、はい、で、無難に来ましたね。俺は河川敷でニラを育てているのを見たことある。河川敷で、河川敷はい、はい、残念。何、あ、正解者出ないか。マジか。じゃあ正解いきましょう。はい、何でしょう。ケーラン、水菜、干し芋。すげえ、一個しか買ってね。干し芋はね、やっぱ有名だからね。 90% 以上占めてるんだっけ、全国の。そうだね、ケーラン。で、このさっきの選択肢いっぱいあったんですけど、実は他2位のやつとかもね、いっぱい含まれてます。で、ちなみに宿泊第1位、ケーラン、水菜、干し芋、今の答えですけど、メロン有名ですね。メロン、白菜、レンコン。レンコン出ました。レンコン有名ですね。で、2位、全国第2位、はい、レタス、ピーマン、ごぼう、栗、うん、栗、ピーマン2位だったんですよ。ああ、そうか。3位、ネギ、パセリ、ニラ、ニラ、河川敷で育てたニラ。ニラ惜しかった。見えたんだけど、見てたんだけどな。見てたんだけど、育てるのな。じゃあ次入ってましたからね。次行きましょうか。はい、はい、次何問目だっけ、5問目ぐらいかな。宿題物の高さは、で、これはあのパパパって答えてもらっちゃおう。もう順番とか3人とも、はいはいはい、答えて。じゃあ岡田さんから順番に。宿題物、160m。はい、160。はい、100。いや、200。はい、180。はい、で、じゃあどうだ。正解は120。はい、みんな高く見積もりすぎだよ。はい、一番近い人岡田さんだったかな。だね、うん、じゃあ岡田さん1ポイント差し上げます。よし。ポイント制だったのかな、このポイントは。ポイント制らしいです。今なんか適当に1ポイントとか言ったけど。今決まりました。まあ、正解者的な感じで。はい、じゃあ次行きます。高い。じゃじゃん。これも竜神大吊橋の全長。これもパパッと答えてもらいましょう。じゃあ逆に今度は全長から。全長です。87。はい。お、刻むね。刻む。全長ですよね。全長。高さは見たことあったの。全長は、じゃあ100。大穴で230。はい、じゃあ3人の答えで揃いました。ね、いきます。答えは、あ、え、ごめん、すいません、白かったね。はい、375m。 これは短く見積もってしまいました。みんな今度は短く見積もりすぎて、ちょっと何、さっきの大仏でビビったの、ね、宿大仏で。ちょっとで、また岡田さんが一番近いかな。
そう 2点岡田さん2点目、はい、2点目入りました。渡ったことあるんですけど、じゃあ次あの1年生が描いてくれたイラストでクイズなんですよ、はい、イラストですか。どんなイラスト。全部30秒で描いてもらいました。時間制限つけてね。でじゃあ30秒で描いてもらって、これは、うん、いきますよ、いいですか。はいはいはい、あじゃあ先にあのあ番号引き、あ番号は後でいいか、ごめんね。じゃあいきます。何ですか。じゃじゃん。なんだなんだ。ちょっと何ちょっと誰か、うわ、ちょっと遠くて見えない。はい、ちょっとカメラ映して、神の手に。え何あれ。はい、これちょっと見えました。皆さん見えました。はい、じゃあ次のヒントいきます。ババン、これヒントです。あー分かったかも。まだ4枚ありますからね。4枚見ていただきましょうか。はい、見えます。こっちにもこう、はい、はいはいはい、じゃあ次いきます。ババン、それはちょっと画面がこうすればいいかな。そうだね。これ分かんなくなった。みんなね同じものを書いてもらってます。じゃあ次、はいはい、おこんな感じのイラストです。何か持ってる。はい、ますね。じゃあ分かりました。じゃあこの4枚の絵を踏まえてね、答えていただきたいと思うんで、ちょっと順番を。さあまた3番聞き悪いですね。神の手。あ、初めて2番いきました。2番です。1番ダッシュ。1番じゃあダッシュ何でしょう。これはさすがに北海道民の自分でも分かる有名な水戸黄門様です。はい、正解は水戸黄門です。素晴らしい。正解。じゃあ山田氏に1ポイントを差し上げましょう。あと1ポイント追い上げてるね。素晴らしい素晴らしい。でもう1問あります。これは何クイズ第2問で、次のイラストも1年生に描いていただいたんですが、はい、1枚目は20秒で描いてもらいました、うん、2枚目は30秒で描いてもらいました、うん、3枚目は40秒で描いてもらいました。4枚目は50秒、ね、だんだんね、20秒で描いたからこういう絵なんだなっていう優しい気持ちで見てあげてください。わかりました。いきます、はい、いきます。1枚目ダダン、はい、おー、はい、お花が4つ。お花が4つかな。なんだろう、何かが4つある感じですね、はい、じゃあ次いきます。次いきます。ダダン、まあまあまあ、はい、次こうかな。て横、あ、ちょっと逆ですね。こうかな。え、画力を問いたい。あ、40秒ですよ、この絵は、はい、40秒です。はい、次ダダン、はい、はい、こんなイラストでございます。じゃあ、はい、引いて。頑張って。もう3番引くな俺な。また2番。また1番か。はい。じゃあこのイラスト、何でしょう。あの絵描いた人が小学校の頃の思い出を思い出して、思い思いの遠足の時の絵を描いた。違います。はい。次2番。抽象的。1番。なんだろう。当たり前。5。4。3。空飛ぶ家。違います。有名なものですよ。有名なものですよ。え、なんすか。なんでしょうね。千箱。惜しいけど違う。違う。当たり前だ。当たり前だ。じゃあ、あね、この辺だよ。近い。近い。有名。え、近い。五。あ、なんだ、この辺分かったけど。近い。一。分かんない。タイム。はい。次、一年。いいですか。はい。公文って。違います。あ、違うの。はい、岡田さん。え、何ですか。偕楽園。正解、偕楽園です。全体だったんだ。最初の1枚目がすごい。はい、じゃあこんな感じで結果発表。もう皆さん分かってる通り、岡田さんが1位ですかね。おめでとうございます。まだ後輩にはね、まだ負けられない、まあ、茨城歴3年だからね。3年だから茨城歴は、はい、じゃあこんな感じで1年生に茨城を知ってもらうクイズでした。はい、ね、もうそろそろね、終わりの時間がね、早いですね。もうクイズ頑張りすぎて。ちょっと緊張した。はい、どう、茨城知れました。クイズで1年生。そうですね。どうですか。北海道から来たんです。北海道から来た。いや、多分もう今日出てきた絵は一生忘れない。インパクトありましたからね。いや、もう地元民ですけど、ますますね、こう茨城の深みを分かったような気がします。ありがとうございました。伊藤さんどうでした。優勝者。なかなか、まあ、優勝したんですけども。なかなかでも数字とかね、はい、なんか橋のやつとか。そうですね。大仏の高さとか分かんないこといっぱいあったね。ここに
横に大仏3人寝れるねって竜神大橋に、ね、大仏大仏大仏計算が早いそんな感じですね。どんどん茨城歴を深めて、ね、皆さんに茨城こうやって覚えてもらえたかな、大仏3人分で竜神大橋になるとかね。そうです、これ覚えやすい、ね、今日の放送ね、うん、楽しかったかなこんな感じで皆さんにも楽しんでいただけたらいいなと思います。はい、でこんなわけでね、はい、じゃあ明日のこの時間、この毎日やってるんですけど、うん、9時から明日のこの時間は水戸ご当地アイドルかっこかりのネバキラ TV キラーです、キラーです、キラーキラーを放送します。はい、はい、でこの来週のこの時間、火曜日のこの時間ではですね、うん、演劇集団スリーサイズさんがお送りする 3STV っぽい何かっぽい何かっぽい何かです。はい、はい、そんなわけでですね、じゃあ今日のパーソナリティの紹介ね、改めてしようと思います。はい、茨城大学アナウンスステーションの博多と岡田と1年とダッシュでした。では来月の第2火曜日、何日かな、はいまあ、来月の第2火曜日、第2火曜日です。みんなで調べましょう。午後9時です。午後9時にまたお会いしましょう。はい、それではさようなら、ありがとうございました。ありがとうございました。また見てね、また来月、また来月、また見てね。